アレクサンデル・テッテイは、ガーナの首都アクラ出身のノルウェー代表サッカー選手。エリテ・セリエン・ローゼンボリ BK 所属。ポジションはミッドフィールダー。ガーナで生まれ育ったテッテイは、幼い頃からその素質を見込まれていたが、1999年に、ノルウェーの FK ボで、グリムとのチーム関係者の目に留まり、ノルウェーに渡り同チームのユースチームに入団。以後は、ノルウェーのボードーやトロンハイムなどで過ごし、ノルウェーに帰化。2003年に国内リーグのローゼンボリ BK でプロデビュー。チームキャプテンも任された。その後2009年にスタッドレンヌに移籍。2012年にプレミアリーグのノリッジシティ FC に移籍した。以降チームキャプテンも務めるなどチームの中心選手として活躍した。2021年5月12日、ノリッジシティとの契約が満了し退団。古巣のローゼンボリ BK に復帰した。ガーナ出身のテッテイだが、代表はユース世代から一貫してノルウェー代表でプレー。2007年に親善試合のアルゼンチン代表戦でフル代表デビューを果たし、2015年の UEFA、ユーロ2016予選のクロアチア代表戦で代表戦初ゴールを決めた。サッカーノルウェー代表。ありがとうございます。